おはようございます。2018年7月7日、古民家風の家最後の朝ごはんです。じゃーん、今日は全然いつもと違います。見てください、これ。ちょっとなんか美味しそうでしょお味噌汁 <laughs> じゃなくて、今日はスンドゥブの、昨日の夜ちょっと寒いので作ったスンドゥブの2日目っていう感じで、お豆腐と、あの、 えっとね、もやしを昨日入れたんだけれども、それに朝ちょっと大根を足して、で、キムチ入れて、ちょっと卵とか入れてます。と、大根サラダとご飯と。まあ、いつもの感じなんですけど、今日はこれ。ああちょっとね、台風じゃないや、大雨で、まあ、涼しく、涼しいので、まあ、ちょうどいいかなっていう感じで、これを食べて、体を温めて、頑張りたいと思います。七夕。一年に一度の七夕ですが、今日はあいにくの雨で、 えー、織姫彦星は会えませんなんちゃって。はい、それでは皆さん今日も一日元気過ごしましょう。いただきます。国民家風の家マダムゴンでした。これ本当にちょっと美味しそうでしょ。ちょっとテンション上がる辛いもの好きにはテンション上がる。はい、いただきます。